はい、どうも、ミエヘラおじさんです。これ私事なんですけれども、言うたら YouTube の再生時間が8000時間突破しました。ありがとうございます。というところでございます。実は、再生回数もですね、17万再生まで、あと多分、明日ぐらいには17万再生突破するのかなというところで、また別動画撮らせていただくんですけども、だいたいまあ、上げてない日でもですね、数十時間、再生はされてるみたいで、で、まあ、きちんと上げた日には、まあ、50時間ぐらい、かな、というところで、まあ、着々と、言うたら再生時間が積み上がってきている状況で、まあ、と言ってもですね、まだ、広告がついているわけでもないんですけれども、まあ、それだけ見ていただけてるっていうことはですね、素直に嬉しいですし、特にまあ、サムネ何もしてない、言うたらまあ、編集も何もしてない、ただただまあ、こんな髪ボソボソのおっさんがですね、ベラベラ喋ってるっていうだけの動画にそれだけの価値がついてるのかっていうのはもう、自分自身もよくわからないんですけれども、どういう方が見てるかっていうのも、ただ、まあ、自分と同じような気持ちになってくれたりとかですね、境遇を面白がってくれてたりとか、まあ、共感してくれてたりという方が、まあ、言っていらっしゃって、で、4月末日にですね、一応4人でのオフ会、を開催することができるので、まあまあ、ごくごく、なんですか、マニアックなニーズっていうのはあるんかなというふうには思ってます。で、まあ、そういうニーズを汲み取りながらですね、徐々に、広げていけたらなと思ってますし、まあ今、宅建を勉強しているっていうのも、そのマニアックなニーズの中でですね、結構お仕事しっかりされてる方が多かったりとか、あるいはまあ自営業で、不動産やってる方が、いたりとか、まあ、あるいは別の事業やってて、私にお誘いしてくださってる方も、まあ、別でいるんですけども、まあ、今これ2チャンネル目でですね、1チャンネル目、に関しては、どうなんでしょうね。お医者さんが何人かいたんと、MR の方がいたんと、みたいな形で、まあ、別で、ズームでいろいろお話したりもしてたんですけども、結構、こう、なんですかね、お金に、こう、余裕があって、でも、言うたら、一人で、お暮らしになっている方っていうのが結構多かったりしたんで、まあ、今も、婚活を結構頑張ってらっしゃってる方もいたりとか、あるいは、まあ、そうですね、まあ、私に、援助をしてもいいよっていうような方もいらっしゃるので、そういう方が、まあ、一人でも増えてですね、言うたら、まあ、そういうコミュニティ作りっていうんですかね、場作りみたいなのもできればなというふうに思ってます。今、ノートで、まあ、大阪、京都のそのランチマップみたいな形で、売らせてもらったんですけども、まあ、何件か、一応、500円で買ってくれる方が出始めて、で、まあ、オフ会もやり始めてというようなところで、少しずつこう回ってきてると。で、まあ、主に、まあ、順序さんなんですけども、言うたら物を、こう、天岐阜の欲しいものギフトを送ってくれると。いうような形で、物が来る、物が売れる、で、オフ会ができるっていうような形で、少しずつ形にはなってきてるんです。で、まあ、言うたら、このコロナ禍でですね、マンボウが解除されたら、会いたいです、飲みたいですって言ってる方が、まあ、言うたら、オフ会以外でも、まあ、結構いるんで、そういう方々とですね、まあ、あったりとか、あるいは、まあ、いただいたり、で、こっちの方で発信させてもらったりっていう、この、言ったら小さな、まあ、歯車が回り出しているので、この歯車を、まあ、大きくしていくのが、まあ、自分の、役目かなと思っておりますので、私自身もそうやって頑張らせていただきますし、まあ、そういう、言ったら、窓際サラリーマンが足掻いてる姿がですね、ちょっとまあ、まあ見てて、暇つぶしぐらいにはいいかなと思っていただいたりとか、あるいはまあ、保険相談、証券の相談、仮想通貨の相談、あと、まあ、メンタルハックっていうんですかね。まあそういうような話だったりとか、まあもろもろ、まあ言ったら、おじさんなりにですね、お話できる話もありますので、何かしらお力になれればなという気持ちも忘れないでおきながらもですね、まあ今回り出してる歯車を、まあ、止めないように、っていうのを、まあ最低目標にさせてもろて、
で、まあ、できればその歯車が大きくなってですね、まあ、自分なりのコミュニティができればなというふうにも思ってますし、まあ、それをすることによってですね、まあ、少しでも、皆さんのお役に立てるかっていうのは、まあ、ちょっとよくわかりませんと。ただ、まあ、皆さんの暇つぶしぐらいには、なれるようにですね、日々やっていこうと思ってますので、よろしくお願いしますと。ああいうところでございます。まあ言うて Vlog なんで、まあそんな事件はポコポコないかもしれないんですけども、何か聞きたいこととかですね、調べてほしいことがあれば、ぜひコメントの方で、よろしくお願いいたします。以上です。